こんにちは、こんばんは、イノポンです。前回の動画にリクエストで9ボールオンフットの置き方でブレイクはどのようにすれば良いのでしょうかっていうね、コメントいただいたので、えー、今回はそれをやっていこうと思います。イノポンが、えー、マス割りできそうな一番いい形で残りやすい配置になるブレイクの方法についてお話したいと思います。 マス割りの条件として、オブジェクトボールがインして固まらないこと。一番最初に行くボールが行けること。この二つが大事です。三日間、えー、ブレイクし続けて、えー、いろんな厚みと散らばりの結果、一つの答えにたどり着いたのでご報告したいと思います。腕は筋肉痛になりました。 グッドボタンできればよろしくお願いします。玉のことを知りたい方はチャンネル登録もよろしくお願いします。では、いつものアナウンサーさん、お願いします。こんにちは、こんばんは。本日もよろしくお願いします。では、ご報告していきたいと思います。今回は長編になりますので、前編、後編、に分けて、 お話しさせていただきますので、よろしくお願いします。では前編です。ナインオンフットは、一番以外の玉は、狙って入れれるラックでは、ないということです。一番以外の玉が、安定して入れることが、難しいかと言いますと、当然のことですが、わざとインさせないように考えて、作られているからです。 安定しないボールの動きはフットスポットシールが貼られているために9ボールが少し上に上がるのが問題で1番と5番6番は設置に問題はないのですがその下のオブジェクトボールが同じところに配置しても球のつながり方はタッチしている度合い形が一定してないのです そこが問題になると思います。確かに、3番は、ブレイク次第で入ることは、ありますが、毎回、狙っていけるものには、ならないのです。今回、200本以上のブレイクで検証し、定位置、通常のブレイク位置、左から150本、73因、脳ン61、ブレイクボックスから、 31本イン、脳イン25本になりました。納インの詳細は参考にならないので、インできたもの以外は、検証しないことにします。1番に当たる、厚みを30%から100%変化させて、手玉のつく場所も変えて、同点は、1番に当たった時に、中心付き、無回転左のみ、 少しひねりは残る程度、左下ひねりは残る程度、ひねりを多用する回転が残るほどの4種類で検証した結果分かったことがあります。一つ目は9番の横または下側にあるオブジェクトボールは影響はブレイクの力次第でカチカチしてインする差が出ますので これは狙っていけるものではないと言えます。実はナインオンフットでも一番をサイドに狙う厚みがあります。これは知れ渡っているものではありません。その答えを知っている世界トップのプレイヤーは狙い撃ちしていますね。その狙うということができればあなたもトッププレイヤーに 近づくことになります。では、その狙い方をお話ししていきます。ナインオンフットの場合は、1番に当てる角度、厚みが違うのです。では、計算方法ですが、まず基本角度を作り、そこから厚みや強さと加減、そして手玉の回転、ひねり分で1番の軌道を計算して、 サイドポケットに誘導し手玉を隠さないよう良い取り出しができるようにします。ひねりと厚みの加減が少し難しいですが一度コツをつかめばしっかりその角度に合わせたブレイクができます。イノポンが皆さんにお話しする同点と厚みと加減を公表してプレイヤーの お役に立てたら良いと思います。では、コメントにお答えすべき秘密をお話しします。イノポンが1番をサイドに誘導する基本システムをイノサイドと命名します。はじめに9オンフットのマスを組みますが入れる厚みは100%で狙います。ここが大事なポイントです。 この厚みになる角度の位置は超クッションのサイドポケットの1ポイント上のポイントが目印になります。そのポイントから1番の中心にまっすぐ線を出したところが当て前になります。正確に100%の厚みで1番にまっすぐにつきます。同点は中心で 加減は見ての通り、センターショットで、強めについた感じです。ご覧の通り、1番は、サイドポケットに誘導されます。もう一度やります。1番を入れるには、角度は、サイドの一つ上のポイントから、ひねりなしで、中心で強めのまっすぐにつけば、1番はサイドに向かうわけです。では常連さんの前で、 三度目もやります。構えます。行きます。ね。入ったでしょう。ナインオンフットで一番をサイドに向かわす。同点と厚みと強さが分かったわけです。一つの基本が生まれたわけです。はじめに、あなたのブレイクがまっすぐ強くつけるという条件がいりますので、 練習は必要です。本当だわ。1番がサイドに入る。実感できる時です。この角度が9番オーフットなら、使えるということです。ここで、なるほどねって、思った方は、チャンネル登録と高評価、お願いします。角度と力加減が、正確に分かったので、これを利用して、 ブレイクの定位置からも同じ条件にできれば狙うことができるのです。一番に狙う厚みはサイドより一ポイント上からの厚みなのでイノポンの目で見るとそこにその厚みで定位置からイノポンの加減で当ててあげれば同点が一緒なら同じように一番がインするのです。まずは そのようになるということです。ネクストは無視して、ついてみます。100%。1番が、そのラインで走ることが、見えたと思います。イノサイドの厚み重視です。1ポイント少しから、イノサイドのみで1番サイドイン。1ポイント付近から、まっすぐで気持ち。上の手玉の動き方。1番サイドイン。 定位置から一番に薄く当たりすぎで、ひねりも効かず、一番はサイドに入ったが、手玉にひねりを入れない状態でブレイクすると、一番は入るが、ポジションが取れないことになるので、確立させるには、ひねりは必要です。一番の動き方を、把握するため、二ポイントから、手玉の動きを観察していきましょう。逆右下と引きが、 ほんの少し入っていますね。1番がサイドより上に行ってしまいました。ハンタップ下で着きます。1番は気持ち良しが入ったので、サイドの手前に行きました。ハンタップ上でつきます。グッと押しますと、1番はサイドの1ポイント上まで行ってしまいました。 左下で手玉が回っているのが確認できるくらいの回転です。1番はサイドポケットを越えました。逆上でも同じように1ポイント上に向かいます。気持ち右に当て逆を大量にかけています。このように1番の動きは1番に当たるときに上回転を与えるとサイドを超える動きになり 下回転を与えると、サイドの手前に入るのです。これで、大体いい、ための動きが分かったと思いますので、一番をいろんな位置から入れれる動きの動画をご紹介させていただきます。今回、一週間で約300本近くブレイクをしましたので、応援の意味も含めて高評価をお願いします。では、 イノサイドの基本を利用して入れた画像の数々をご覧いただきたいと思います。厚みと強さの確認は手玉が一番に当たってから正解の厚みは超クッションの2ポイント目に入るのが目安になります。その際に左ひねりが少し残っていることが重要です。超クッションに入った後に ひねりがどうなっているかよく観察することであなたのブレイクがイメージできると思います。着く場所が定位置からタンクッションの1ポイント付近です。手玉の動きで同点が見えてくるのではないでしょうか。ナインボールフットでマス割りができる条件はブレイクで1番をサイドポケットに入れることが先です。 他のオブジェクトボールは、インする可能性は低く、カチカチしながら、運よくポケットに向かう、ミラクルみたいなものです。3番は、直接インすることもあります。狙い方もお話しします。手玉の動き方で、どの動点をついているか、判断もできると思いますが、一応お話ししながら、見ていこうと思います。 はじめに、ブレイクするポイントは定位置を含めた場所から始めていきます。胃のサイドの角度で狙っていきます。1番サイドイン、誘導性高齢、手玉が1番に当たってから超クッションの約2ポイントに入る厚みで、左ひねりを入れれば、1番はサイドに入るのをご覧ください。 コーナーポケットからタンクッション0.3ポイント右にずらした位置から1 2分の1厚み1番サイドイン2番コーナーイン同点左下当たって後にひねりはほどけていますコーナーポケットからタンクッション0.5ポイント右にずらした位置から3番と9番の間に左下をついて1番サイドイン同点左下当たって 後にクッションに入るまでひねりは残っています。1ポイントから9番狙い左下1番サイドイン。同点、左下ですが、引きは、ひねりは少し効いています。1ポイントから3番に合わせた厚みで左下。同点、左下ですが、引きがかなり効いているので、結構手玉が動いています。 1>, 1ポイントから3番と9番の間を狙い、左下1番サイドイン。同点、左下ですが、引きがかなり効いているので、結構手玉が動いています。1ポイントから手玉が2ポイントに入って、まっすぐ出るような厚みでつくと、1番はサイドに入ります。3番9番の間に、手玉の中心が向かうようについています。 狙いで一番サイドにイン。手玉は、ハンタップひねりが効いたままで、二ポイントに向かい、同じ角度で帰っていきます。イノサイドの厚み重視一ポイントから。同点、下ひねり軽くで一番サイドイン。コーナー穴から、九番左下一番サイドイン。手玉は、1.7ポイントに向かい。 ひねりで戻っていく感じです。では続きは後編にて、お願いします。本日も最後までご視聴くださり、ありがとうございました。